価値観押し付けられるっていうか、こうするのが当然って思われてるみたいで、僕だったらちょっときついなって。あ、別にユキのお母さんがそう思ってるってわけじゃなくてね。ユキ、大丈夫？あ、うん、大丈夫だよ。私そういうのあんまり気にならないから。そういう考え方もあるんだなってちょっと思っちゃって。そっか、まあ人それぞれだし、ユキがいいならいいか。あ、ごめん、喋りすぎちゃった。作業に戻るね。そうだね、私も作業しなくっちゃ。一旦作業はここまでかな。あ、はーい。じゃあアミア、私一度落ちるね。また夜に。うん、またね。はあ、シチューとっても美味しそう。いつもありがとう。いただきます。やってるよ。予備校も楽しいし。第一志望。